南北の人口編集問題についてはそれぞれの地域の対策が本当に必要です。県北では住民の減少と高齢化が本当に進んでいます。65歳以上の人が半数以上になっています。冠婚葬祭や地域での共同生活が本当に厳しくなっている中で限界集落が生まれています。山間地域を中心にした最大のこの大変さ、この要因が大企業本位であったり冠婚葬祭の基幹的産業の破壊されているなど定住する条件が崩されています。この集落があるところは自然やそれから国土保全、水面のこの集落を守る環境など多面的な機能を持っています。国土環境の維持の面でも放置できない問題になっています。しかしこの市町村合併が進める中、そういう中でもこの環境破壊限界集落が進んでいます。限界集落の再生のためには新たな人が住めるようなそういう対策が必要です。住民の知恵とエネルギーを生かして、そして農林業や地場産業の計画的な振興、助成制度が必要です。公共交通の整備をする、生活基盤をきちっとする、そういうことが本当に不可欠です。地域の実態に合った対策が求められています。また一方では県南地域、大型開発がどんどん進み人口が急増して、一方近くにある大型店が潰れたり地域の街が壊されたりする中で買い物難民と言われる人たちが広がっています。こういう中、経済の活性化のためには企業を誘致すれば生活が良くなるというのではなく、働く人の賃金を増やして地域に合った街づくり、それが進めることが大事だと思います。私は TPP は地域を破壊する、そういうことは絶対に許してはいけないというふうに思っています。この TPP 撤回にも反対することを強調します。